丹波篠山市の庭園で色とりどりの百合の花が見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。太陽の光を浴びて鮮やかに咲き誇る百合の花。丹波篠山市にある篠山玉水百合園では、およそ60種類10万本の百合が栽培されています。今年は例年より遅い開花でしたが、このところの暑さで開花が進み、今早咲きが満開を迎えています。この百合園はペットの同伴も可能で、訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。とても綺麗で、もうなんかすごい癒されます。綺麗だった。まあ特にオレンジ色かなこんなにこう百合がたくさん咲いてるとこ来たの初めてなんで、今日は天気もいいんで楽しみです。百合はこれから中咲き、遅咲きと順に見ごろを迎え、今月末ごろまで楽しめるということです。また園内ではおよそ1000株のアジサイも栽培されていて、こちらは7月上旬まで楽しめるということです。